バイク相談失礼いたします。現在購入を考えている自転車、トレックのデュアルスポーツ2か FX2 ディスク、使用目的は通学。わがままなのですが、スピードが出せて振動が気にならない自転車がいいです。スピードと乗り心地、これどちらが優先してくるかっていうのが分かれてくるかと思いますが、僕個人的には FX2 をおすすめいたします。選んだ理由になりますが2つあります。こんにちは、前田です。サイパラ相談室のコーナーです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このコーナーでは、皆様から寄せられたコメントや、相談、ご意見等に対して僕たちなりのお返事をしていくコーナーでございます。概要欄の方にまだまだ募集をしてますので、何かございましたらご相談お待ちしております。では今日もご相談いただきましたので、まずは読み上げていきたいと思います。バイク相談失礼いたします。いろいろなバイクがありとても迷ってしまったので、相談させていただきます。現在購入を考えている自転車、トレックのデュアルスポーツ2か FX2 ディスク、使用目的は通学、予算は9万円以下、移動範囲は8キロほど、身長は 172.6 センチ、でその他ブレーキはディスクブレーキがいいです。クロスバイク希望。わがままなのですが、スピードが出せて振動が気にならない自転車がいいです。住んでいるところが田舎なので舗装路でもかなりデコボコしています。色は黒か紺がいいです。相談よろしくお願いいたします。まずはコメントいただきありがとうございます。これから通学や通勤とかクロスバイクを検討されている方も多いかと思いますが、今回は予算内でディスクブレーキでスピードを出せて振動があまり気にならないバイクはどっちがいいのかということでお話をできればと思います。で結論から言いますと、こちらの2台、トレックのデュアルスポーツ2と FX2 ディスクですが、僕個人的には FX2 をおすすめいたします。その理由を説明する前に、デュアルスポーツ2と FX2 ディスク両方とも共通してトレックのアルミフレームの油圧ディスクブレーキ搭載のクロスバイクになるんですけれども、まずトレックのデュアルスポーツ2、この自転車はトレックのクロスバイクの中でもスピードや軽さよりも快適さを重視したモデルということです。最大の特徴は SR3 ツアー製の 63mm トラベルのサスペンションフォーク、これを搭載していることで様々なロードコンディションでも快適に安心して乗れる機能が入っているバイクとなります。価格は予算内の85,800円、重量は M サイズで 13.22kg、 タイヤは 700×40C の太めのものが入っています。特徴となるサスペンションフォーク、これには油圧のロックアウト機構というのが入っているということで、滑らかな舗装路の時にはロックして効かないようにして、荒れたガタガタしているロードコンディションにはオープンすることで乗り心地を良くする、また 40C というボリュームのあるセミブロックタイヤを履いているという点では不安定な道だったりとか段差だったりとかで安心なのかなと思いました。ただどうしてもサスペンションフォークを搭載しているということもあって、重量が少し重いという点においては人によっては評価が分かれる点になってくるのではないかなと思います。続いてトレックの FX2 ディスク、こちらはトレックのクロスバイクの中でも最もベーシックなモデルとなっています。振動を体に極力伝えないように計算されたフレームの設計であったりとか、あとはコントロールのしやすい幅広めのハンドル幅、クッション性の高いサドルなどを採用して、初めてでも乗りやすく作られているバイクとなっています。価格は88,000円、こちらも予算内ですね。重量は M サイズで 11.73kg、タイヤは 700×35C ということで、軽快さやある程度の長距離でも想定されているバイクということで、漕ぎ出しの軽さであったりとかスピード感があるクロスバイクになってきます。また細かい点としては2021年モデルでは 11.95kg で、今回の2022年モデルは 11.73kg と220g 軽量されている点であるかと思います。でご相談者の方がまず悩まれているように、なかなかスピードと乗り心地、これどちらが優先してくるかというのが分かれてくるかと思いますが、両立というのが
なかなか難しいですね。で実際まあ8キロほどということなので、そんなにまあ長いわけではないようなんですけれども、まあ、あの毎日の通学となるとスピードと乗り心地まあ重視したいというのも分かります。で説明した通り、純粋にまあスピードを重視するのであれば FX2 ディスクとなるわけですし、乗り心地を優先したりとか、あとはまあ舗装路以外で使用を想定するとなった場合についてはデュアルスポーツ2となるわけです。ですので、まあ、どちらを犠牲にするとまでは言いませんが、どちらかを大事にしたいかというところで決めていただけるといいんじゃないかなと思います。でここからはこの2台のうち、僕が個人的に FX2 ディスクを選んだ理由になりますが2つあります。1つ目に、未舗装路でなければ田舎の道であってもサスペンションフォークまではいらないんじゃないかなという点と、2つ目に、快適性については工夫次第でなんとかなる点もあるんではないかな。今回文面から察するところ、スピードは第一な印象ではあったので、車体は FX2 ディスクとして、それをまあベースにより快適にしていくようなご提案をできればと思っています。で、まあ、未舗装路でなければ田舎の道でもサスペンションはいらないんじゃないかという話なんですけれども、僕自身九州の田舎育ちなんですけれども、まあ、確かにこう走っていると舗装が悪いところが都会に比べて非常に多いです。ただ未舗装路とかを走るわけでない限りはサスペンションまでの機能は必要ないのではないかなと感じました。まあ、ただ路肩に謎の障害物が多かったりとかするので、タイヤはまあ太めの方が安心などではないかなと思います。またあの僕の田舎はすごい平坦なところばっかりなんですけど、場合によってはアップダウンがあるところであるとか、そういったところですと、まあ重量の部分でよりちょっとサスペンションがあると逆にその重さが負担になってくるという場合もあるかと思いますので、まあ、実際にまあアップダウンがあるとか、まあ、未舗装路の道も行きたいよとか、そういった使用環境によってサスペンションフォークがあるかなしかというのは見極めていただけるといいのかなと思います。で、快適性は工夫次第でなんとかなるところもあるという点ですが、快適性向上のためにまあできることとして、まずははじめにタイヤをもう少し太いものに変えるということです。もともとやや太めの 35C というタイヤを履いてまして、まあ、それでも十分快適なのかとは思いますけれども、まあ、メーカーサイトによるとフェンダーなしであれば最大タイヤサイズ 38C までいけるということなので、まあ、まず最初にこう乗ってみて、それでもこう振動が気になるというようなことであれば変えてみてもいいんじゃないかなと思います。あとサドル、まあ、グリップ、まあ、そういった自分の体に触れるものから、まあ、自分の体に合わせたお気に入りのもの、まあ、こういったものを合わせていくことも大事かなと思います。でそれでももう最悪こう振動とかが気になるということであれば、サスペンション付きのシートポストとかそういったアイテムなどもあったりするので、買ってから工夫できることというのが意外とこうあります。逆に車体重量自体はもう工夫に限界があるというところを考えると、個人的には FX2 ディスクの方が良いのではないかなと思いました。今回2つの車体どちらもトレックですが、トレックはまあ取扱店も増えてきている印象があるので、まあ、もしお近くに取扱いのショップさんがあれば試乗してみるのが間違いないかと思います。でまたこの価格帯で油圧ディスクブレーキの車体というのは限られてくるんですけれども、まあ、予算内でも、まあ、コーダブルームからさらに軽量な車体で振動吸収性の高いカーボンフォークを搭載したレイルディスクなどもおすすめできる自転車の一つになってくるかと思いますので、まあ、もしご視聴皆さんもおすすめできるバイクがあれば教えていただけますと幸いです。現在まあ在庫の問題などもあるかと思いますので、いいバイクを買えるようにお祈りしております。今回最後までご視聴いただきましてありがとうございます。